西ゲルド地下遺跡は、ゲルド高地眺望台から南西に位置しています。ゲルド砂漠の恐竜の化石の中央あたりの小さい穴から侵入できます。入り口の穴は岩で覆われています。岩のついた武器では破壊できませんでした。そこで、爆弾花の爆発で破壊します。爆弾花で岩を破壊して穴が開き、中に侵入することができます。正面の岩を破壊すると格子が現れます。格子の奥に神獣装備の入った宝箱があります。右側の大岩を破壊して、格子の裏に回り込むように向かうことが可能です。遺跡内は多くの岩があります。鉱石も含まれており、すべて破壊して回収するのも良いでしょう。ただし、大量に岩があります。ユンボーガルージュがいない場合は岩のついた武器を大量に持っていきましょう。岩を壊すと、剣士像が現れることがあります。剣が刺す方向が掘り進む方向のヒントになります。右側から回り込んで岩を破壊して向かいます。岩を壊しながらさらに奥に進みます。格子の奥に到着しました。宝箱があるので取りましょう。神獣兵装、ナボリス、ゲットだぜ。場所はこの辺りです。大ダメージを軽減してくれる頭装備で強化も可能です。なお、宝箱側から格子を開くことができます。ウルトラハンドでレバーを引いて開けておきましょう。格子が開くと入り口と道がつながります。迷いは入り口から右壁を壊しながら進み、剣士の像が見えたら左側に進みます。その先を左側に進んだ先の小部屋にいます。迷いの落とし物、ゲットだぜ。場所はこの辺りです。遺跡の外の化石の上にある風車に近づくと出現する的を矢でいます。近くなので転ぶの実を取っておくと良いでしょう。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。